はい、どうもいつもねおっちゃんの動画見ていただいて本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるいガレージライフ動画の時間です。それで今日もね、おっちゃんガレージでね、ストーリー楽しんでます。それで今日はね、物買ってきたんですよ。買ってきたのはこちら、あのねコメリさんで売ってる水垢汚れ、シブアク洗浄剤、それとね、100円均一ショップで売ってるシェイカー、こう振るやつね、シェイカ ー、それと100円均一で、買ってきたステンレスのたわし、これを使ってね、こちら、この汚いナットとかね、これがね錆とか落ちて綺麗になるかどうかね、やっていきたいと思います。こういうの買ってくるんだったらね、ナットを買ってこいって言われそうなんですけどね、もうたくさんね、錆びてるやつがあるんですよ。それでね今日はね、綺麗になるかどうかわからないんですけどね、実験をやっていきたいと思います。もしよかったらね、興味のある方最後までお付き合いください。ではね、おっちゃん今から実験楽しみます。うーす、はい、それでね、一応8つのねホイールナットにしました。ホイールナットをね、用意しました。それでね、この同じような、この汚さでこの4本だけ、シェイカーに入れて、それで磨いてみます。それで比較どうなるかね、ビフォーはアフターで見えると思うんで、こちらをやっていきたいと思います。はい、それでね今からやっていきます。これね本当にねやったことないんでね、成功するかどうかわからないんですけど、まずねシェイカーにね、このたわし、ちょっとまた段取り悪いです、よいしょ、はい、これどれだけ入れていいかも全くわからないんですよ、実は。けど多分これ多すぎるような気がするんですけど、切り方もわからない、まあいいか、適当に切ります。これ切れるのかな、切れんね、これどうしたらいいんやろ、切れんね、もう切れない、1本多いかな、まあいいか、まあとりあえず1本入れて4つ入れます。いいかどうかわからんのですけどね、もうとりあえず1本入れました。これ切れないんで、切れないよね、どうも多いような気がする、これやっぱり切れないです。じゃあもうね、こんな感じで入れました。それでね今からこっちをね入れます。すんませんね、段取り悪くて、時計等の金属にかけないでください。時計隠しておきます。それでオン、入れますね、はい、これ分かりますか、もうほんの少しだけ入れました、少しだけ入れて、それでこれを、入れました。それでね大体ね2、3分振るってなってるんですよ。なのでね、ちょっとタイマー、ヘイシリ、2分30秒タイマー、
まあね、このね、2分30秒でいきます。はい、もう始まってるのでね、土台たすら振ります。この2分30秒、私の体力が持つかどうか。今30秒、しんどい。いい感じやね、これで今ね、なんぼ1分経過、はい、でも1分30秒経過。これもね、これね、2分やって綺麗になるんだったらめっちゃこれ簡単かなと思うんだけどね。運動にいいな、明日から上がらなくなったりして。あと30秒、今2分経過。あと5、4、3、2、1、0。はい、結構いい運動になります。ちょっと放置します。疲れました。このままね、ちょっと3分か4分ね、ちょっと液浸透させるために放置しておきます。はい、それでね、おっちゃまでこのね、空いた時間でちょっとね、3分ぐらいですけどね、バイクふきふきします。ちなみにね、こちら本来の使い方としてはね、全体を水で濡らして、表面温度を低下させてからね、水が乾燥する前にこの液を散布して、それで 1,2 分放置してからスポンジなどで、洗って流すっていうのが本来のやり方みたいです。これ私今回ね、全然違うやり方してます。皆さん、使用方法に基づいてやりましょう。私のやり方はいいかどうか分かりません。ってなわけでね、じゃあこうじゃあ言ってるうちにね、すんごいこれ下に黒くこれ液が下に行ってるの分かりますかね。なんかすっごい、なんか緑黒みたいなね、黒い液になってきました。あとちょっとね、1分ぐらい放置してからね、水で洗い流したいと思います。はい、時間が経ったんでね、今から出してみます。よいしょ、おーシュワー。はい、それでね、水で流します。
こんな感じでちょっと乾かします。はい、今ね、水がついてるのでね、ちょっと水だけゴシゴシ拭くんでなしにね、ちょっと水分だけ取ります。それでね、さっきの場所にね、並べてみたいと思います。私が見る感じではね、すごくいい質感が出てるかなと。並べます。はい、それでね、ちょっと水入れてみました。この真緑だからね、汚れ取るにはグーかなと思います。はい、実験終了しました。それでね、もうね、触ったら全然違いが出ます。もうね、この磨いシェイクしたやつとシェイクしてないやつ、もうシェイクしてないやつはね、もうホコリとか油やっぱりね、汚い、これがね手につくこうガザガザ感あるんですけどね、もうすべすべツヤツヤになりました。これね、カメラではあんまり映りにくいと思うんですけどね、例えばネジがねたくさんあって、このようなね、それとかこういうサビ、あんまりね、今回サビのないネジしたんですけど、こういうねサビ、こういうサビまで落ちるっていうことだったんでね、今回の実験はね、まあ実験第一段階でね、次はねサビサビをやったりね、いろいろおっちゃんはねガレージライフを楽しんでいきたいと思います。それで今回の実験、おっちゃんにとってはめちゃくちゃ良かった。本当にね、このようなね、使って放置してるネジとかナットとかいっぱいあるんですよ。それをね、時間がある時にこうシェイクして、ほんで水で流して乾かすとしていったらね、これを保管してても次使おうかなという気になります。もう本当にね手が汚れない、もうすごく良かったかなと思います。しかし例えばもうこれ4個しかないのに、こういう道具まで買ってするのは、費用対効果から言ったらちょっとどうかなと思いました。それで今回使ったのはね、もうほんのちょっとです。ほんのちょっとなんでね、これ1本あったらもう私1年以上いけるかなと、1年2年いけるかなと。だから私みたいにネジを外して汚いのがたくさんある人は、これバーッとかけてシェイクしてってね、したらめちゃくちゃいいかなと思いました。しかし、ビデオ映りではどう映ってるかわからないんでね、これちょっと編集してのお楽しみなんですけどね、いかがでしょうか。今日のもし動画よかったらグッドボタンお願いします。それとね、チャンネル登録していただいてね、また次のね実験動画も見ていただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。それとね、こういうのをやったら綺麗になりますよとかね、アドバイス等もございましたらね、またコメント欄の方に書き込みお願いいたします。ってなわけでね、おっちゃんは今日はこちら大満足でした。ってなわけでね、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。良い一日をお過ごしください。おーす。